どうもこんにちは、銀次郎チャンネルのカズヤです。今回は100万円企画。ちょっと待ってください、スキップしないでください。また100万円企画かと。もう見飽きたお前らのいつもの立ち回りは。本当に100万円稼ぐ気あんのかと、そう思ってる方が多いかもしれません。そうなんですよ、最近100万円企画まだ残り80万から90万ぐらいあると。頼みすぎっすよ、俺も含めメンバー全員。本当に100万円貯める気あんのかと。ソロプロと名乗った者が4人もおって、話にならんやろと、たるんでるんですよ。今思えば、この100万円企画はね、もともと4人で100万円を貯めて、みんなで旅行に行くなり、そういった目標を掲げてね、みんなでじゃあよし、100万円貯めようと決めて始めた企画なわけですよ。それをもうこう、グダグダとさ、本人たちが100万円貯める気もあるかどうかもわからないような、やる気で100万円貯まるわけないやないかと。視聴者の方も半分も諦めてるんじゃないかと思うんですよ。でもね、僕はまだ100万円諦めてません。期間はね、本当長い期間かかるかもしれませんが、それでも100万円は必ず貯め切りたいと僕は思ってます。そこでね、僕自身今回カツを入れるために自分ルールを設けます。今回ね、自分にカツを入れるために、仮に収支がプラス3万円いかなかった場合、12月、もう非常に寒くなってきました。夜はもう激寒よ。今回激寒の中で自分に課せる罰は、海なり川なり極寒の水の中に飛び込みたいと思います。寒いよそりゃ、俺はしたくない、寒くって、マジでそんなレベルの罰かと思うかもしれませんが、まあ自分の中で多少なりとも罰を課せて、自分に罰を入れて今回は100万円企画に挑みたいなと思います。絶対に100万円はいずれ貯めてみせます。それでは100万円企画6週目カズヤ行っていきたいと思います。行きます、絶対勝つぞ今日は、絶対勝つ。はい、ということでとりあえず稼働し始めてから3店舗回ってきました。1店舗目に行ったところが特定日のお店で、設定状況には期待できないんですが、普段よりは稼働率には期待できるかなと。そのもう1店舗前に中型ホールがあって、そこのお店さんも特定日が被ってるということで、その中型ホールの方に、主に稼働率は取られてるんですが、設定では安かった方が流れてくる可能性っていうのがあるので、多少環境はいいのかなと。で、2店舗目に行った店舗も特定日ではないんですが、新代理会初日ということで、そこのお店さんはね、結構過疎店舗なんで、設定状況そのお店さんも期待できずという感じで、もうほぼ地域密着型の店舗で常連のお客様が多いお店です。で、まあライバルも少ないんでね、開けば打てるかなという感じでした。まあその2店舗目で、まあ必殺仕置きにターボと、まあ、鉄拳デビルがもしかしたら開くかなみたいな。鉄拳デビルに関してはまあ当たって即やめされる可能性が高かったんで、ちょっと様子見してたんですが、まあ僕が行った時、300手前ぐらいで、一番期待値の高いモード B 天井で当たるかも分かんなかったんで、でライバルもほぼほぼいないという状況だったんで、とりあえず一旦3店舗目に移動してきました。で今3店舗目にいるんですけども、こちらも非常に過疎店舗の方でライバルはほとんどいない状況で、まあデータ見た感じもうちょい回れば打てるかなっていう台が何台かあったんですが、まあ今すぐ打てそうな台がないということで、とりあえず2店舗目の鉄拳デビルがもう当たっててもおかしくない時間が経ったので、ちょっと一旦そっちの店舗に戻ろうと思います。じゃあ2店舗目に戻ります。はい、ということで2店舗目の方に戻ってきました。で帰ってきたところ、まあ、鉄拳デビルを確認しに来たわけなんですが、鉄拳デビルの方、やめられてまして、やめられてる履歴の方が700ゲーム後のラッシュ突入せずの152回転もう打とうかなと思ってます。700後は基本的にそこまでガツガツ打つタイプじゃないんですが、前にも言った通り状況に応じてっていうのもあるし、まあ現状今1台も拾えてない状況っていう状況と、まあ152回転回っている、なおかつ、何攻め分けかは直接見てないんですが、まあ今回今日に関しては1回目の初当たりってことで、データカウンターのゲーム数と、メニュー画面を押してからの、遊戯履歴のゲーム数のゲーム数の差から、何戦目分けか逆算できるんで、ジャッジメントバトル突入時、まあ、10ゲームの固定消化ゲーム数があって、それから1戦8ゲームの、まあ、ジャッジメントバトルが開始されるんで、まあ、そのゲーム数のズレから、まあ、33ゲームズレてました。33ゲームズレってことで3戦目分けが確認できましたんで、今回打つ台としては鉄拳デビルの700後の3戦目負けの152ゲーム回っている台ということで、単純に期待値としても
2000以上あると思うし、まあ現状今はすぐに打てそうな台っていうのがないんで、デビルゾーン召喚まで打っていきたいと思います。久々来たぞ、デビル軍団の和也です。お待たせしました。ここでしっかりねラッシュまたはフリーズ入れて100万円まで近づけたいと思います。俺に任しとけ、いきます、突破してやります。鉄拳デビルの方打ち終わりました。結果の方が480のゾーンまで連れてかれ、投資8000円、回収275枚、ラッシュ入れたぞ俺。やれるだけのことはやった。最低保証の100ゲームで上乗せ20ゲームのみ、フリーズも引けず。おいおい和也さん頼みますよマジで。収支的にはちょいマイナスですけど、俺の目標金額のプラス3万円まで遠ざかってしまいました。まだ1台目でね、全然台数もこなせてない、期待値も詰めてない状況で、まだまだこっからです。たかが1台打ったぐらいでね、一喜一憂してたら話にならんよ。とりあえずこの店舗は今ウルトラマン太郎がね動いてるんですが、まあおそらくね今打たれてる方多分当たるまで打ち切るんじゃないかと思うし、回転数的にも末で400回転ぐらいなんで、まだまだそんな店にひぐまって待つほどのものではないかなと思うんで、とりあえず店舗移動しようかと思います。いや自分で自分ルール決めたくせになんか嫌になってきたな。いやマジで絶対に嫌やわ。なんとかプラス収支目指して頑張っていきたいと思います。あらこれウルトラマンタロウやめとるな。あれさっきウルトラマンタロウ打ってた人です。ちょっと見に行っていきたいと思います。はい、ということで先ほどちょっとウルトラマンタロウ2を打ってた方が車の方に乗ったのを確認したので、ちょっと急いで空き台を確認しに行きました。したら予想通り
空き台になってまして、当日が380回転ぐらいだったかな。はい。だけど僕が見た時400回転手前だったんで、前日の回転数確認してなかったんで、確認したところ前日がノーボーナスで140回転ぐらいだったかな、00で、で3日前が何回転やめかちょっとデータが見れないんでわかんないんですけど、最低でも末で520回転以上あるぐらい、U タイムまで残り430回転以上はあるということで、期待値的にもこのお店さんのパワー打ったことないんで、ちょっと回転数わかんないんですけど、おそらく低く見積もったとしても、まあ、期待値3000以上あるかなと思うんで、サクサク紹介していこうかと思います。頼むぞ太郎、マジでマジで頼む。ということで、ウルトラマン太郎紹介してきました。まあまず先に結果の方からいきましょうか。結果が投資6000円、回収が7644玉。うっ、久しぶりパチンコで勝った気がするわ、マジで。だいぶ暗くなってきましたが、とりあえず今のところ2台売って収支の方が2万円ぐらいプラスにはなりました。なんで一応目標金額まではあと1万円、なんとかいけるぞこれは。いやー、太郎さんやったな、やっぱり。デビルカズヤの時代はもう終わったよ。もうデビル太郎さんよ。ピコン、ピコン、ピコン。デビル。さあ、果たして、カズヤ、ここから目標金額の3万円へ、なんとか、つなげることができるのか。
サクサク次の台探しに行きたいと思います。はい、あれから2店舗移動してきて、なかなか打ち出せない台がないと。稼働時間の方もだいぶ狭まってきまして、稼働できる時間が2時間半ぐらいかなと思ってます。今のところ2台しか打ててなくて、だいぶ情けない立ち回りになってるんですけど、ちょっと焦ってきてます。はい、あと1万でいい。焦ってるからといって、まあ立ち回りは変えるつもりはないんで、まあ打てなかったら打てなかったでしゃあないという感じで、できるだけなんとか打てるように、まあテンポを回っていきたいと思います。このままじゃ終われんぞマジで。引き続き頑張りたいと思います。一旦落ち着いとこう。一旦コーヒー飲んで落ち着いちゃおう。冷てー、ミスった。凍え死ぬぞこれは。アホだな、期待値詰めないアホだよ。アホだな、変なノルマ作ったよ。アホだよ。現在時間9時を過ぎたところで、なんとかラスト1台見つけることができました。もう多分無理、これが完全にラストになると思います。ラスト1台の方が、7つの滞在の末で315ゲームぐらいの台ですね。3台目ですね。3台しか売ってないですけど、今回に関しては最低でもプラス3万円って決めて、現状今1万7、8000ぐらいかな。なんで、残り1万2、3000円というところで、このラスト1台、7つの滞在で1万2、3000円を出さないと、極寒の中、水の中に飛び込まないといけないって感じで、もう本当、崖っぷち。いやもうね、ソロプロとかもう関係なく、今回はもう気合で、なんとかもう本当、終始出したいんで、この7つの滞在で決めようかと思います。フルカウンター7つの滞在打ち終わりまして、稼働終了して家の方に帰ってきました。とりあえず7つの滞在の結果が、投資4000円、回収197枚でした。 ATL 入れることできたんですけど、単発で終了と。やらんぞマジで。あれ、最終的な結果の方が、総投資の方が現金投資で1万8000円、総回収の方が3万5900円、収支の方がプラス1万7900円でした。勝ったんですけど、今回に関しては自分ルール決めて稼働をしてきたわけなんですが、期待値の方がね、合計で6500円。なんだしよって。俺は収支の方も、目標のプラス3倍に届かずと。これまでで一番期待値詰めてないと思うんで、だいぶ情けない結果になりました。45分ぐらいまで稼働をしたんですが、結果が得られずと。一応100枚までは残りということで、今回は達也がプラス収支1万7900円ということで、今回は自分ルールで目標プラス3万円いかなかったら、12月のこの夜の極寒の中、海の方にダイブイントストリームするって宣言したんで、早速今から決行していきたいと思います。今後の動画でなくなったら、そういうことだと思いますんで、はい、そこはお察しください。じゃあ早速ラスゲーム行っていきたいと思います。自分に勝つを入れていきます。それではとりあえず一旦100万円企画、カズヤ6周目プラス1万7900円ということで終わりたいと思います。じゃあ明日も生きとけよカズヤ、頑張ってこい。罰ゲームどうぞ。あ、すいません、一つ言い忘れてました。7つの大会の撮影の方が、はい、ということで100万円企画で自分ルールプラス収支3万円達成することできなかったんで、罰としてこの極寒の中、
海の中に飛び込みたいと思います。行くか。じゃ靴を脱ごう。さすがに一応あの服はね動画上着とった方がいいと思うんで、服のまま飛び込みたいと思います。おお、じゃあ行きます。罰ゲーム執行。罰ゲーム執行しました。今回はプラス3万円、ちょっと自分の目標達成することできなかったんでね、これをきっかけにまた勝つ入れて次から100万円企画頑張っていきたいと思います。それじゃあまた、お疲れでした。また次回もお楽しみに。帰りましょう。